スノーマン、渡辺翔太&中村アンダブリュー主演、チンタオくんは意地悪、恋の予感漂う場面写真初公開。渡辺翔太、スノーマンと中村アンがダブル主演する7月6日スタートのドラマ、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、毎週土曜23時、より、第1話の試飲写真が解禁された。恋愛に興味がないチンタオ、渡辺と、恋愛から離脱中のユキの、中村が急接近する姿が映し出され、大人の恋が始まる予感がひしひし漂う写真となっている。吉井優の同名漫画を実写化する本作は、恋愛に興味のない年下絶食系男子、青島瑞希、渡辺と、恋愛から離脱した35歳干物系女子、桂木ユキの、中村の小さな嘘から始まる年の差、競艇恋愛、を描く。今回解禁された試飲写真は3枚。ユキの行きつけの居酒屋で偶然隣り合わせた2人。ダメ元で1日限定の彼氏役を依頼したユキノと、なぜかそれを快諾したチンタオの協定が成立した瞬間だ。とはいえ、ユキノの依頼をあっさり受け入れたチンタオにも、実はある思惑があった。さらに、至近距離で急接近する二人の姿も。1日限定の彼氏役のはずが、協定が成立した翌日、社内はチンタオとユキノが付き合っているという噂で持ちきりに。実は、チンタオ本人がユキノと付き合っていると社内で言いふらしていたのだ。どういうつもりとユキノに詰め寄られたチンタオが、じゃあ、既成事実、作っちゃいましょうかと顔を近づけて。